久保さんまあ究極はやっぱどっちじゃないですか <laughs> どっちだと思うんですよね。どっちがいいの終わり。それでいいんじゃないですか本当に。どっちみたいなそ。そう決めた方が早いっていう。うーん、行くのか行かないのか。 やるのかやらないのかっていう、このなんか2パターンで決めちゃった方が、まあ、物事はすごくシンプルになるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱここに一時保留とかね、保留だったり停止だったりなんかその2個も3個も4個も違うなんかあれを作っちゃうとややこしくなるので、例えばお金の話だったら月収10万円と月収30万円どっちがいいですか月収10万円と月収100万円どっちがいいですかそれでいいじゃないですか。 シンプルに <laughs>。で、じゃあ、月収10万円でいいです。じゃあ、それでいいじゃないですか。じゃあ、月収100万が欲しい。じゃあ、そのために学べばいいですよね。<laughs> 手段はあるし、たくさん。うんだ昔と違って、手段は本当にたくさんあるわけですよ。昔は、その、就職して、その、就職、就職するか、起業するかしかなかったんですよ。で、今なんかは別に、ネットが出てきてね、副業でも100万稼いでる人もいますよ。 起業しなくてもパソコン1台で100万いけるわけじゃないですか。昔はなんかね、そのパソコンネットがなかった時って100万稼ぐって言ったらなんかリアルのなんかやんないといけないですよね、多分ね。パソコンないわけですから。だからその、なんですかね、マネの虎に出てたその生活倉庫を作った堀之内社長か、なんかホームレスから成り上がったみたいな、あの、ね、物をこう修理して、リサイクルショップでこう出していくみたいな。 まあ,あれはもうネット、あ、その時ネットあったかなわかんないですけど。だからなんか物扱うとかなんかやんないといけないじゃないですか。でも今は何も物なくてもいけるんですよね。だ久保さんがマージャン店っていうものは、のは手放したけど、ネットビジネスやるために、吉谷さん、クロームブック2万5000円で手に入れましたみたいなね。<laughs> なんかニヤニヤ。2万5000円かみたいな。<laughs> クロームブック2万5000円です <laughs> みたいなね。当時あのにやけた 顔一生忘れない。一生というかね、結構印象深かったですけどね。僕は心の底で、2万5000円買うみたいな。安いな、みたいな。<laughs> そう。まあね、まあ、ネット繋がってちょっとできればね、まあそ、そう、ね、なんか動画のすごいクオリティの高い 4K 動画を編集するとかじゃなければ、別にできるわけじゃないですか。そう、だから、クロ、あの、マージャン店は手放して、Chromebook だけでよかったみたい。 ネットで稼ぐ上で、僕はクロームブックだけでこと足りるみたいな。あとスマホか。あの、久保さんのクロームブックニヤニヤ事件ですよね。そう。本当に嬉しそうに目を輝かして、なんかすごいもの手に入れたぞ、吉谷さん。これ安かったんです。2万5千円です。クロームブック。みたいなそれでな、1億ぐらいですかあんな大きい箱あんのに。あんな大きい箱あったのに。あんな大きい箱で1億円稼げないみたいな。 吉田さん、広島の一等地なんですよ、と。ね。麻雀店広島の一等地、みたいなね,ね。中通りでしたかちょっと住所忘れましたけど。<laughs> すごいところ、リッチです。で、その、あるんだけどね。クロンブック2万五千円みたいな。<laughs> そう。はい、クロンブックとかにしておきましょうか言ってらっしゃい。